俺意味わかんねえんだよ。マジって言ってどういう意味なんですか。英文で言うと TPP はアリオリなの。TPP はアリオリなの。先生よ先生よ。俺の妹がや LGK って組織に入っちまったんだよ。どうやって教えてくれ。 LGK はラスト女子高生の役ですね。高校3年生の女子高生でしょ。ちなみに小型プラスチック接点矯正回避機構付きリミットスイッチも LJKN というLJKN? N 多くなってるじゃないか。すげえな。でもありがとう先生。俺の妹がずっと「てん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 
スの曲の踊りですね。あらあら、ちなみにトリニダード・トバゴの ISO 国名コードでもあります。よくわかんないけど、なんか東大の先生がすげえな。先生、俺の妹がよ、最近アリよりのアリって言葉使ってる。どういう意味なんだよこれ。アリよりのアリとは、アリとナシを線分上に表記したとき、その内分点を考えるとアリにかなり寄っていることを表すものですね。まあつまり例文で言うと TPP はアリよりのアリ。 TPP はアリよりのアリ。すげえな先生、ありがとう。月が転じてスコになってしまったネット用語ですね。方言では頭部や懐中時計を指す意味としても用いられています。マジは最高や絆を表す言葉ですが、ちなみに由来は仏教やヒンドゥー教で吉祥を表す印ですね。吉祥、良きは良いという意味ですね。実はこれは古文の形容詞区活用連帯形が正しい表記です。区活用です。オワコンって俺のことが使ってんだけど、どういう。オワコンとは終わってしまったコンテンツを指すインターネットスラングです。すごい詳しい。すごいな。2013年には日経新聞の社会学者がオワコン自体がオワコンという名言を残していますね。補足情報なんか難しかったけど、先生すげえじゃねえかよ。つまり僕たち YouTuber もオワコンにならないよう頑張らないといけないということですね。先生すごいことじゃないですか。僕らも頑張っていかないといけないな。でも困ったことがあったら東大生に何でも聞いてみよう。じゃあ今日はここまで。バイバイ。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここ、おすすめ動画はここ、次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽい。マスオさんは、マスオさんもう一回やって。ベアマイ。アメリカ版はベアマイ。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 